こんばんは。あー、いらっしゃい。わ、素敵なお店だ。いらっしゃいませ。こちらにどうぞ。あら、おかみさん、失礼します。はい、よろしくお願いします。お願いします。じゃあまず、本日の第3回目のゲストをご紹介します。安田玲さんと、はい、ゆかさんです。はい、よろしくお願いします。すごい、美味しそうなご飯まである。あ、ご飯食べてください。いいんですか。食べて飲んでみたいな。すごい、ゆるっとコンセプトなんで、ここのこれは田原さんの。はい、デパ地下です。あ、乾杯します。あ、乾杯しました。はい、乾杯。では皆様お疲れ様です。ネイルしてきたばっかりなんですよ。そうなんです。本当に数時間前にゆかさんのところに行ってネイルをしてきました。そう、どうですか、見えるかな。これは後で撮りましょうね。そうですね。今回のテーマは、はい、ちなみに今回のテーマは、うん、まあ、ちょっと近くにこうライブがあるので、うんうんうん、その衣装に合わせてっていうのと、うん、まあ、夏だからちょっと思いっきり派手な色にしたいなと思って、うんうん、ちょっとオレンジとブルーってちょっと夏っぽくないですか。うん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 、そうなんです。だから太陽と海的なテーマは感じです。ざっくりしてますけど、完全にレイちゃんのやりたい。そうですね。でも基本的にレイちゃんがやりたい、はい、本当。あ、でもね、お任せすることもたまにありますね。たまにありません？たまにその場になった。たまにある気がする。結構昔の話になりますけど、出会いというか、はいはい、その前レイちゃんがゆかさんにやってもらうことになった、はい、っていうのもこのインスタとか。そうなんですよ、うん、インスタで私もネイルがめちゃくちゃもともと好き で、うん、でとにかくインスタで調べまくってたんですよ、うん、なんかいいネイルないかなないかなと思って、うん、そしたら保存してるのがほとんどゆかさんのネイルだったんですよ、うん、え、その時って保存、保存してました。インスタの保存機能じゃなくて、あのスクショして、スクショして保存してたんですよ、うんうん、で、あ、私この人が作るネイルすごい好きだなと思って、うんうん、それでフォローしたら気づいてくれたんですよね。なんか私あの見てるんですよ、こう誰がいいねしたかとか、うんうんうん、フォローしてくれたかっていうので、うん、はいはい、ですごいアイコンがめちゃくちゃ可愛い人がいたから飛んだんですよ。だからレイちゃん、うんうん、そうそう、それでなんかすぐに DM をくれて、あ、ネイル好きなんですか、うんうんうん、うわーと思って、憧れのネイリストさんから DM 来たと思って、うん、うん、まあ、その時私は東京に住んでて、はい、でゆかさん名古屋、どちらにお住まいでみたいな、今は私名古屋。そうそうそう、まあ、今は昔の東京なんですけど、でゆかさんが名古屋、うんうん、でやっぱなかなか距離も遠くて、うん、名古屋にすごい行く機会もやっぱ限られてくるので、うん、ネイルできないなと思ってたら、うん、そしたらゆかさんがあの出張で、そうなの、行くようになって1週間ぐらい、うん、そう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 、その時に初めて、そうです、もうめちゃくちゃ嬉しかったです。本物だと思って。5年ぐらい前になるんですかね。5年も経ちましたか。5年も経ってないか。3、4年、4年ぐらいかな。4年ぐらい前、3年前ぐらいかな。いつもなんか どんなものからこうインスピレーションもらってるのかなって。普段はピンタレストとか、うんうんうん、結構見てて、うんうん、でもパーツとかは何も考えない方がなんかできるんですよ。それはね、それ天才の発言ですよね。本当に、なんかもう誰でも真似できるものではないっていうか、本当に才能がある、うんうんうん、だなって、うんうん、やっぱ説明が難しいです。なんかこういう風に置いてとか、感覚的にポン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 って置いちゃってる。そう、うん、プロデュースしたものってあるんですか。プロデュースしたのはないです。これからできれば、ね、してください。いつも以前にしたいです。いい、え、言っといた方がいいです。なんかこれパーツ、やっぱパーツも何でもいいんですけど、カラージェル、あ、ジェルか、でもシール、ね、うん、欲しいもん。ゆかさんが作ったパーツ絶対かわいいですよね。たいですね、いろんなパーツ知ってるからこそできる、うんうんうん、いっぱいありますもん、うん、
あ、パーツがね、うん、ゆかさんのところに行くともう山ほど出てくるからなんとなくなんか青色のこれって言うともう青色のがもう何十個も出てくるから、うん、すごいですちなみにでもあの今までの楽曲の、うん、はい、ジャケット写真のれいちゃんのネイルもゆかさんがそうですしてるんですよね。もうずっとゆかさんにお願いしてて、うん、今回の新しい、はい、あの両エメのシングルもゆかさんがネイルしてくれて、うんうんうん、でやっぱりネイルが好きだし、うん、ゆかさんが作ってくれたネイルがやっぱすごい可愛いから、うん、もうどんどんアピールしていこうと思ってもうジャケットの撮影の時に別に誰かに言われたわけじゃないんですけどもうどんどん手入れとかと思ってもうなるべくこうネイルマックスの撮影の時みたいにもう爪が映るようにと思ってすごい意識してやってるんで本当ネイル大好きなんだよ。ネイル愛がまずすごいのであのネイルマックス見てもらってる人もう、うん、レイちゃんがモデルさんのように本当に出まくってるので今回もすごい出してもらってモデルさんがもなんですけど本業はもうアーティストさんですからね。そうなんですよ。そうなんですよ。出てますからね。そうなんですよね。そう。でも見せ方上手だし。あ、嬉しい。まあ、ネイルがまず好きだっていうのがね。そうです。ありがたく。じゃあもうネイルマックスのためにやっぱりポージングの研究とかも、うん、いやでもね難しいんですよね。そうなんです。しっかり見せなきゃいけないし、うんうんうん、でもだからといって毎回同じポージングだったら面白くないから、うんうんうん、とかいろいろ考えて、まあ、それがすごい自分のアートワークに生かされたので、うんうんうん、ネイルマックスありがとうって思います本当にそうそう今回のねそうこれちょっと皆さん見てくださいね。後でまた話しますけど、はい、ありがとう。こちらが今日は、まあ、収録があれなんですけども、はい、7月の17日リリースした、はい、両A名シングル。そうです、はい、ちょっと宣伝を、はい、皆さんぜひよろしくお願いします。ネイル大好きな私安田玲のこのジャケットにまず注目していただいて、はいはい、ジャケットです、はい、であの楽曲もあのどちらも本当に素敵な柔らかい曲になってまして、うん、あの中条あやみちゃんが出演しているシャンプーの CM ソングとしてどっちも、うんうん、過去に流れてたのと、うん、今流れてるのが、2曲収録されてますので、うん、ぜひ皆さんたくさん聴いてください、うん、よろしくお願いします。ピュアンですね。そうです、ピュアンです。オーバー&オーバーと、はい、ダズリングツモロー。そうです、いい曲だ。っていうかもうれいちゃんのインスタライブの、はい、あの即興ソングみたいなのが大好き、はい、嬉しい。あれ贅沢ですよね。あ、もう即興が深夜ぐらいにこうやって、はい、ストーリーの、そうそうそう、即興が上げてて、ストーリーのね、そうそうそう。でもそれこそ私も即興するとき何にも考えてないから、うん、ちょっとなんか一緒かもしれないですね。深く考えると分かんなくなることがあるから、やったー、なんかリンクするところあったゆかさんとすごい嬉しい、うんうん、可愛い。 PV も可愛い。そう、 PV も見てほしいです。 PV のネイルもあのゆかさんがネイルカットがね、すごい。あ、そう、あの手のズームというか、はいはい、なんかあのトマトのヘタを取ったりとか、撮ってますね。そうそうそう、そういう時に結構ネイルもがっつりそうなんです。私が映ってないシーンとかもいっぱいあって、ほんと爪がメインのシーンもいっぱいある。その時はなんかテーマとかあったんですか？PV ですか？あ、うんと、ネイルのテーマとかなんか、あ、ネイルのテーマが、うん、あの今回オーバー&オーバーはすごいこう世界がカラフルなので、はい、自分自身は衣装も真っ白で、うん、で手も、うん、監督さんともがっつり相談をして、うんうん、なんかあえてやっぱシンプルな感じがいいねって言って、うんうん、今回グレー、うん、でちょっとこうモードな感じっていう風に決めたので、うんうん、それを本当にオーダーして、うんうん、ゆかさんの感性に任せてやってもらいました。なるほど。そうだから過去の本当にジャケットのでも、うん、れいちゃんがこう入れて映そうとしてる感じが結構あったりするから結構ありますね。だからその辺もね一緒に見てもらったら、はい、こう振り返りじゃないけど面白いかなみたいな、うん、うんうんうん、結構いろいろ一緒にやってもらってますもんね。そうですね、うん、あ、このキャンドルとかね。そう、キャンドル使って作りに行って楽しかったな、この撮影。